きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、保守併用メリットデメリット問題パート2っていう、はい、過去ね喋ったこと聞いた覚えなんかある気はしますね、うん、じゃ最近のプロ野球の試合の中で、うん、この併用のメリットデメリットを感じたところの話、うん、はい。でもこう今考えると12球団正捕手ってこうがっちり固まってる球団の方が少ないですか？いないんじゃ。いないかもですね、まあ、ヤクルトの中村でもね、うん、内山とか出たりして、はい、この前の DeNA3 連勝、はい、2戦目内山が出てね、うん、打ったりなんかして頑張ってたし、まあ、あと甲斐かな。甲斐選手そうですね、うん、そのでも結局さデメリットで言うとさ、はい、もう甲斐に頼らざるを得ないから、うん、海野とかこの前プロ初ホームラン、はい、打ったりしてるけど、はい、使い切れないじゃんね怖くて。でも甲斐も1割9分、うん、はい、打つ方ではかなり苦戦してるし、うん、まあ、守備力では高いものあると思うけども、はい、固執しすぎると使う方も躊躇しだすよね、はい、怖さがね、うん、長いながらもう甲斐に任せておくと安心やしなみたいなね。でそこがもし怪我と か、うん、なんかね、そうそう、インフルエンザで、ね、あの、うん、コロナとかでいなくなったりして、うん、なってくるけど、はい、であの阪神でも梅野だけども坂本も出たりするし、はい、うん、あの広島なんてもう相澤、磯村、石原とかね。磯村選手最近出てきますね。そう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 、うん、だからいいって言ってんのは使わないからね、はい、知ってんのよ、はい、で中日でも木下がね、はい、2軍落ちしてっていうね、うん、ところなし。巨人は大城小林、はい、だからもう本当やめてほしい、大城と小林問題に俺を使うとか、はい、俺を巻き込まないでほしいそんな巻き込まれてます？めっちゃ巻き込まれてるよネットでは、はい、なんとかとかみたいな、はい、でなんちょっとなんか言ったらあいつどっち早とかどっちを汚してるとか、まあ、そんな気持ちもさらさらねえし、どっちのことも好きでもなければ嫌いでもねえよって、はい、っていう中で、はい、まあ、この最近の試合の中で、うん、保守併用で考えた時にね、はい、まず一つ、うん、佐々木朗希の相棒、松川が肩の違和感で、うん、はい、今年初の佐藤がマスクかぶった、うん、ね、この前楽天戦ね、はい、0点、うん、シャッターを止めた、はい、佐藤、うん、ほらっていう俺の、はい、だから今まで多分世間的な認知も佐々木朗希は松川じゃないと受け入れないみたいな、うん、多分そんな認識ある人もいたと思うよ。なんかまあセットのイメージが強かったですね、もう、うん、でも俺はもう言ってたんだよ、はい、誰でも受け入れますよっていう、はい、そんなやついないからね、うん、受け入れないみたいな、それはもうナックルでこんなになるのは難しいかも、慣れないと球取れないみたいなのはあるけども、佐々木朗希は松川じゃなきゃダメみたいな認識がちょっと広まってるけど、うん、はい、俺はそんなわけないと思うけどねみたいな、うん、でなってまあね、うん、今回こうなったから、はい、まあ仕方なく、ね、うん、佐藤が言ったけど、はい、結局冷風で別に大きなミスもなく、うん、完璧にリードしきったんだよね、うん、で俺の印象ねっていう、うんっていうところ、そういうのは固定概念がつきやすくなるっていうところと、うん、でこいつのピッチャーの時はこいつって固定しちゃうと、はい、アクシデントあった時に、うん、それがもしクライマックスシリーズ、うん、日本シリーズ、はい、終盤の負けれない大一番だったら、うん、行く方もきつくない？はい、俺以外だったらきついよ、うん、佐藤かなりプレッシャーあったと思うよ、うんうんうん、その自分になったから負けたって言われたくないじゃん。そうですね。で、まあ、逆に佐藤としては、うん、その前のカードに楽天戦その松川佐々木のセットでホームランバンバン打たれてるっていうところはやりやすかったと思う、はい、うん、でもほぼ1年間受けたことなくて、はい、なったから行けよっていきなり言われて、うんうん、で行って初めて受けて、はい、完璧にしなかったら、はい、自分のせいってなっちゃうじゃんね、うん、それ相当プレッシャーあったと思うけど、はい、まあ、本人よく頑張ったよね、うん、その中でね、結果も出してっていうところで、はい、あんまり俺は人で固定するしすぎるの良くないと思うんだよ、うん、いきなりいなくなったら行こうも困るからね。まあそうですね、まあ、万が一というか、まあ、正捕手って決まってて万が一に備えて慣れとくべきではありますね。そうそう、だから俺はボビーの時の俺とタスクの併用のやり方が一番いいんちゃうかと思って、はい、でタスクはピッチャーが左だと絶対スタメンじゃないの、はい、ピッチャーが先発右の時しかいけないから、うん、左バッピッチャー打てない確率の方が高いからね、はい、で俺は右でも左でもどっちでも出るんだけど、はい、だからタスクはピッチャー左に合わせていくから、だからまあ出場機会が俺が3分の2、タスクが3分の1ぐらいになっちゃうんだけど、はい、でなってくるとピッチャーそれに合わせて帰れないじゃん、うん、だからしゅんちゃんでもなおさんでもひろゆきでもピッチャー関係なく俺とタスクは行ってたわけよ。あ、だからその相手の先発が右か左かによってで変わるだけだから、うん、でタスクは左じゃ絶対行かないから、はい、じゃあいわば
右左左ってなったら、うん、タスクが初戦出たらもう俺はあと2つ俺になるし、もうひょっとしたら俺が3つになるわけ、はい、で右右右ってなるとタスクの出番が出るからあれだけど、はい、もし左左左だったらタスク出てこないの絶対、はい、うん、ってなった時にピッチャーで変わらないから、うん、お互いが全部のピッチャーちゃんと受けてるのよ、はい、だ何かあったとしても誰も困んないよね、うん、リードしたことあるから、はい、でもそういう風に、ね、なっとくと、うん、いざっていう時にうまくいけばいいけど行く方のプレッシャーと準備、うん、がめちゃくちゃ大変っていう、はい、いきなり行けって言われても、うん、だからもっと併用するにしても人で固定しないで、うん、そこら辺はもうちょっとうまくした方がいいんちゃうかっていう ね、まあ、そうですね。いざという時にいなくなって、うん、いざの勝負の時にうまくできなくてはーってきつくない？いざという時に今シーズン初めて受けますって結構しんどいですね。え、きついやろ、うん、そのピッチャーも気使うし、うん、それって得策じゃないのよ、はい、そのいなくなった時とかもし何かあった時のことを考えるとその全部っていうのはリスク高すぎると思う、はい、でこう佐藤の宿見てて思ったね、うん、はい、でもそこ佐藤がねしっかり頑張ったっていうところはね、うん、俺はほらねって思ってる、はい、別に松川じゃなくてもみたいなね、うん、でもそうやって、まあ、ロッテも言えばまあ併用って言えば併用じゃないですか、うん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 、だからまあでもまあ今回初めて受けたかもしれないんですけど併用ってそうやっていろんな人受けとけるからいいですよね、うん、そうそうそう、うん、でもそういろんなことを受けとけないオリックスとかだと、はい、もう宮城は伏見、うん、山本は若月みたいなもう決まってるから、まあ、併用でもまあセットでもう決まっちゃってる。そうそう、そうなってきた時に若月が抜けたり伏見が抜けたりしたら、うん、そこ違うやつが行かなきゃいけないから、はい、もうそれもきついじゃんね、うん、いきでまた帰ってきたらやらないって、うん、それもどうなんやと思うけどね。そうか、併用は併用でもセットにしすぎるのも良くないってことですね。そうそうそう、そこしないともしいなくなった時お互いでそれが大一番になったら困るでしょっていう、うん、シーズンの1試合とかだったらいいけども、うん、そういったところでやっぱりこう固めてもいいけどもその中でやっぱ変えていかないと、うん、やっぱ行く方もきついですよっていきなり、うん、勝負どころで今日も絶対負けれないからな、え、いつものあいつ無理なん今日、じゃあお前初めてやけど行けみたいな、はい、きつくない？そうですねやらせてくれないと、うん、だってもう、はい、今日テレビで、うん、今日でも今日の視聴率で来季できるかどうか決まるぞと、うん、だから今日絶対取らなきゃいけないっつって、うん、であのその番組一回も携わったことないのに、はい、あのいきなりメインの人たちができなくなってお前急にやれって数字お前大事だからなって言われてもきつくない？そうですねそれだって今までちょっとでも使っといてくださいよみたいなね、うん、確かにここぞっていう時にいつもやってるこう MC の相方が風邪ひいちゃったとかで違う人になったら、うん、コミュニケーションとか、うん、こうなんか息あれあるじゃないですか、うん、それ大変ですよね。しかもこの今日の数字で全部決まるからなってなるんで、はい、それが普通の時だったらいいけどね、うん、それだったら、うん、ね、たまに休ませて入れてやってくださいよみたいなね、うん、1回受けるとか1回目合わせるだけで大変ですからね。でも全然違うじゃんね、うん、あ、そう、確かに違う。だからテレビとかだったら MC が夏休みで交互に変わってそういう代役来たりして、はい、うん、万が一今コロナに熱出たからってなった時も、まあ、うまくできるじゃんね。確かに一回ちょっと息合わせとけば、あ、こういう感じねっての分かりますね、うんうん、だからそういったところもあんま固定しすぎないっていうところも大事だと思う、はい、そうですね、俺は以降の立場としてね。じゃあシーズン序盤でやっぱりこう組み合わせをこう変えて出すっていうのは、そうそうそう、ことをやってっていうのも大事だと思うよ、うん、そういうところはもう1ヶ月に1回実は使うとかね、うん、はい、っていうところも何かあった時のためには大事だと思う、うん、お互いがお互いを知るためにね。そうですね、うん、そうか、併用は併用でもあれですね、佐藤さんの時はこう併用しつつピッチャー特に組み合わせ関係なく併用されて、関係なしに、そう、相手のピッチャーでっていう、うん、でも今は結構セットでのこう併用っていうのがある、うん、あ、でもしくはこのバッターで言っても、うん、このピッチャーすごい相性いい、あの相手ピッチャーよ、はい、すごい相性いいと、うん、打つのもめっちゃ打率高いと、はい、でもこいつとの組み合わせは俺じゃないから出ないってチームにとってデメリットでしかなくない？そうですね、うん、それだったら で このキャッチャー、うん、今日行くけど対あのピッチャーに対してめちゃくちゃ相性悪いのにみたいな、はい、ってなったらそこ組み合わせ変えた方がいいじゃん、うん、そうですね、打つので考えたらよ、はい、だからそんなことしてるから打てないんだよ、うん、そっか、なんかたまにすごいキャッチャーこのピッチャーと組み合わせ違うけどでも相性いいって時になんか DH で入るみたいなこともありますけど、うん、でも そんなチームっていうのはそもそもいい DH がいないんでしょ。そういうことですね。それは弱いよね、うん、そうですね確かに、いや、そうですね。だそういうのも相手のピッチャーともあるわけじゃん、うん、自分のピッチャーとの相性もあるけど相手のピッチャーとの対戦成績との相性もあるんだから、はい、そこが良かったら無理に休ませる必要ないんだから、はい、キャッチャーとして出せばいいわけですからね、うん、だからそういったところが今のキャッチャーが打てないところにもつながってんちゃうかっていうね、うん、はい、っていうところが一つ、はい、栄養問題の、はい、でもう一つが、はい、あのね、この前だから昨日
の金土日のカード、はい、ヤクルト対 DeNA、はい、ヤクルト3連勝、うん、村上に打たれまくり、はい、で初戦ミネイキャッチャー、うん、2戦目伊藤、うん、3戦目ミネイみたいな、はい、もう横のつながり全くなしみたいな、うん、だから併用すると、はい、デメリットとして何が起きるかっていうと横のつながり考えないから、うん、明日に向けての餌まきしないの、あ明日出ないんだから自分そっか餌まきする必要ないの、はい、明日のために、うん、明日のリードのために今日も試合決まったなとこの前の土曜日の2戦目も10何対何じゃ、はいうん、試合決まったなと、はい、ってなったらもう村上うちガンガン行って、うん、明日のためにね当てれとまでは言わないけど、はい、それに厳しいぐらい足元ずらしたりのけずらしたり、うんね、転ばしたりしながら、うん、ガンガン行って、うん、明日のための布石で、はい、今日インコを使って明日行くぞと見せかけて行かないとか1打席目だけもう一回見せてやるとかっていう、うん、明日のための配球っていうのをするわけよ、はい、でもそれするのはなぜかっていうと明日も出るからね、はい、自分が、うん、でも明日出なかったらそんなことする必要ないのよ、はい、でそうなると全打席真剣に打ち取りに行って、はい、それ完璧に打たれるみたいな、はいでそれの後始末を次の試合の出るやつが最初からやらなきゃいけないんだよ、はい、でそれやってるうちに打たれちゃうともうゴテゴテ踏むだけだから、うん、その横軸を考えなくなるのよ、はい、もう縦軸今日の試合だけみたいな、うん、じゃあその場合ああいうすごいもうあの3連戦ですごい大事だったわけじゃないですかそういう時は佐藤さんだったらこうキャッチャーは3連戦同じ方がいいんですか どういうそれかね、はい、ベンチからやらせなきゃいけないんだよ本人たちがやるわけないんだからあなるほどそっかじゃあ次の日次の打席はもう全球インコース以外と当てるぐらいフォアボールでもいいから、うん、明日のためのことやるから、はい、お前絶対やれって言ってやらせればいいだけなんそういうことか本人たちに任せてやるわけないんだから、うん、明日出ないんだからそうですね、うん、それだったらベンチがやらせなきゃいけないんだよ、はい、で俺だったらやらせることを取るで、うん、こうなってたらよしもう全球やれと、はい、こういうふうにやれと、うん、でこれはもう指示やと、はい、で明日のためにやるからやっとけって言ったらやるしかないじゃん、うんはい、それはベンチがやらさなきゃいけないねそうですね本人たちはまあ明日違うんだったらまあやんないやんない今ですもんね、うんうん、今抑えることの方が大事であって、うん、で明日のためになんてやんないじゃん、はい、打たれてもいいから明日のために餌まきしとこうなんて明日出ないんだからやらないじゃん、はい、だそういうのがデメリットの方にあの3連戦出たねそうか併用のデメリットそう日替わりだとそういうことはあるだろ今日のことしか考えないから、うん、明日のことなんて考えないじゃんそっか流れとかじゃあザ・正捕手ってなってると3連戦も全部自分が出ますなるといろいろ考えるけどねそうそうこうもう大敗してるからとか大勝してるから、うん、よしちょっと日頃やらないリードしてみようとかね、うん、ちょっと新しいの探してみよう、まあ、打たれてもいいしななるほどとか、うん、もうここはもうフォアボールでもいいからガンガン行って明日のためにやろうとか、はいうん、っていうのも明日のためにやろうができるのよ、はい、でも明日出なかったら明日のためにやろうないじゃん、はい、だそういうデメリットがあの3連戦出たねこう見てる側としては、はいうん、こう伝わらなかったねうんうん、この明日に向けてしようみたいな、はい、でそしたらそれをもう一回次の日の1打席目からその作業をしなきゃいけないから、はい、無駄なのよ、うん、で万が一その作業中打たれたら、うん、もう終わるよその試合試合が終わっちゃうわけですね、うん、もう策がなくなるわけよ、うん、前の日だとその策やりながら打たれても、はい、まあじゃあこうしようかなっていう案を一晩寝れるじゃん、うん、だそういうのが見えなかった併用性の DeNA のベンチ含めたバッテリーっていうはーなるほど、うんそっか併用ってやっぱりメリットもあればそう考えるとデメリットもありますね、うん、でメリットとしてはキャッチャー変わるから、はい、同じピッチャーでもやり方が変わるから、うん、相手にとってデータが単一化しないっていう、はい、あそうかこのピッチャーこのピッチャーでこのカウントこれ多いけどなえこのキャッチャーになったらこれやんないのみたいな、はい、キャッチャー変わると配球パターン変わるから、ね、そっかだそういったメリットもあるけども、はい、だからうまくいくとメリットが多いんだよ、うん、でも悪くいくとデメリットが一気に出てくるのよそういうこの3連戦みたいにってことで、ね、そうそう明日のこと考えないんで、はいわでいい方だと単発でしか考えない、うん、その単発が相手を惑わしたして、うん、いい方に行くこともあるんだけど、はい、デメリットが生まれる時もあるから、うん、その生まれた時にやっぱベンチがそこを左右せなきゃいけない、ね、やっぱメリットデメリットあるのでどっちがいいとは言いづらいですねそうそうそうどっちがいい悪いじゃなくてそれを考えた上でやんないと、うん、そういうことになっちゃいますよっていう、うん、そうですね、うん、こういうメリットがこういうデメリットの危険性もあるっていうのを考えた上で使っていくっていうそうだから知っててやるのと知らなくてやって、はい、おおびっくりみたいになると違うじゃん、うんはい、そういうのを分かった上でやると、うん、それをその排除できるようにそのデメリットを軽減させるように、うん、だからって全部が全部うまく通るわけじゃないけど、はい、多少軽減するように動けたりするそうですね、うん、それを感じた先週の3連戦でしたはい、はい